スタックスレコード。スタックスレコードは、米国テネシー州メンフィスに拠点を置いていた、レコードレーベル。1957年に設立され、1975年末に倒産。2006年末、レーベルの権利を保有する、コンコードレコードにより復活した。社名は、当時のレーベルオーナーであるジム・スチュワートとエステル、アクストンの姓を合わせたもの。サザンソール。 メンフィスソウルといった音楽スタイルの形成に大きな役割を担ったと言われており、また1960年代のシカゴブルース、アイザック・ヘイズのファンクなどのレコーディングも多い。また、スタックスは MGS のような白人、黒人が融合して成功を収めたバンドの草分け的存在が在籍したことでも知られている。1957年、ジム・スチュワートによって、 スタックスレコードの前身となるサテライトレコードが設立される。設立当初はメンフィス北部のガレージに事務所を構えていた。翌1958年、彼の姉エステル・アクストンが共同オーナーとなる。事務所はキャピトル劇場の跡地だったメンフィス市内のイースとマクレモアーベニュー926番地に移り、この場所が定位置となった。当初、同レーベルは カントリーミュージックをリリースしていたが、より利益を生むことができると判断し、リズムブルースに方向転換している。サテライトレコードがレコーディングしたアーティストで初めて成功を収めたのは、ルーファス・トーマスとカーラ・トーマスの親子デュオだった。彼らの成功がアトランティックレコードの目に留まり、スチュワートはアトランティックが優先的にサテライト音源をリリースできるよう、 配給契約を締結した。サテライトと初期に契約したバンドには、マーキーズ、モトロイヤルスペースも挙げられる。マーキーズの1961年のシングル、ラストナイト、ラストナイトは、当初サテライトから全米に配給された。アトランティックが配給したサテライト音源は、アトランティックレーベル、もしくはアトコから全米に向けてリリースされた。ラストナイトは、ヒットチャートを駆け上り、 ポップで3位、ソウルで2位、年間チャートでも34位の大ヒットとなった。チャートを上昇している頃、スチュワートとアクストンはカリフォルニア州にサテライトレコードというレーベルが別に存在していることを知り、レーベル名をスタックスと変更する。まもなくピアニストのブッカーティ・ジョーンズがレーベルに合流し、彼はブッカーティザイム・ジーエスの名前でマーキーズのメンバーと プレイするようになった。このバンドこそがレーベルの方向性を示したのだった。1962年、スタックスはリズムブルース音楽のためのレーベル、ボルトを参加に設立する。同レーベルでリリースした最初のアーティストがスタックスで最大の成功を収めることとなった、オーティス・レディングだった。もう一組のヒットメーカーはアトランティックがスタックスに紹介したサムデーブだった。 アトランティックのオーナーの一人だったジェリー・ウェクスラーは、スタックスが生み出した個性的なサウンドに魅せられていたが、レーベルのトレードマーク的なこのスタイルは空前の産物でった。映画の劇場を改装した、スタックススタジオはもともと客席が設置されていた、フロアの傾斜がそのまま残されていたのだ。このような部屋の構造が変則的な音響効果を生み、 それが生々しく深みのあるサウンドとなって、レコーディングに現れたという見方もある。スチュワートがウェクスラーに、スタジオの技術上の問題点を打ち明けた際、ウェクスラーは、アトランティックのプロデューサー、エンジニアであったトム・ダウドをスタックスへ派遣し、調査を指示した。スタックスでは、彼らの唯一のモノラールの録音機が故障していたが、メカに強いダウドはすぐに修理をし、スチュワートとスタッフに、 機材の正しい使用法と保守管理法を教えた。また、ダウドは、スタジオのレコーディング機材を、モノラルからステレオにアップグレードした。1965年までに、スタックスは、アトランティックと、正式な全米を対象とした、配給契約を締結した。この契約には、アトランティックが、スタックスから受け取ったマスターの所有権を有する、胸の条項が含まれていたが、後まで見過ごされていた。 ウェクスラーはアトランティックのアーティストをレコーディングさせるため頻繁にメンフィスのスタックススタジオへ連れて行った。BBC 放送のドキュメンタリーソウルディープの中でウェクスラーが語ったところによると彼はウィルソン・ピケットとブッカーティザイム・ジー・エスのギタリストスティーブ・クロッパーをジャック・ダニエルのボトルを持たせてモーテルの部屋に入らせた。その結果ソウルスタンダードとなった。 ウィルソン・ピケットのインザ・ミドナイト・ハワーが生まれたという。ピケットのヒットは、スタックスの手によるものであったが、名義としては、アトランティックからのリリースだった。一方、アトランティックのデュオ、サムデーブについては、スタックスにリリースされ、スタックスから世に送り出された。当時、多くのラジオ局は特定のレーベルへの肩入れを、疑われるのを嫌い、同じレーベルから、 リリースされた新曲を同時にし、2曲以上は放送しない規則を掲げていた。この対策として他のレーベルと同様、スタックスも複数の参加レーベルを設立していた。最も有名なのがボルトであるが、他にもエンタープライズ、チャリス、ヒップ、サフィスなどのレーベルがあった。所属アーティストを頻繁にパッケージ化してデビュー形式のツアーを企画した。 モータウンとは異なり、スタックスはレーベル主催のコンサートを通じて、アーティストのプロモーションを行うことはあまり多くなかった。レーベル初となる、このような形式のコンサートは、メンフィスではなく、ロサンゼルスで1965年の夏に行われた。コンサートは成功を収めたが、終了後にバッツ暴動が起き、スタックスのアーティストの一部が暴動に巻き込まれてしまった。 スタックスはまた、メンフィスにおいて何年かにわたり、クリスマスンサートも主催した。その中でも、悪名高いのは1968年のもので、出演したジャニス・ジョップリンが泥酔して、ステージに上がり、退場となったのだった。スタックスのパッケージ賞の頂点は、1967年のイギリス・フランスツアーであった。米国のソウルミュージックは当時西欧で、 爆発的な人気を誇っており、このツアーは大きな成功を収めた。スタックスは大ヒットとなったオーティス・レディングのオーティス・ライブイ・イにヨーロッパをはじめ、このツアーからいくつかのライブアルバムを発表した。1967年、アトランティック・レコードがワーナー・ブラザースイコールセブン・アーツに買収され、スタックス・アトランティック間の契約に定められていた配給契約の見直しが浮上する。 この時点で、スチュワートは、アトランティック配給のスタックス音源のオリジナルマスターの権利がアトランティックに移ってしまっていることを初めて知ったとされている。彼は、このことが明記されていた契約条項について気がついていなかった。ワーナーの新しい経営陣は、アトランティックが保有するスタックス音源の権利について、全く妥協の余地を見せることがなく、その結果同年3月、 スチュワートはレーベルをガルフウスタン社へ売却することとなった。エステル・アクストーンは売却後レーベルを去った。彼女がスタックスを去る前に最後の仕事としてウェクスラーに対しスタックスがアトランティックとの関係を終了させることを伝えた。スタックスはそのカタログの中の最も有望な部分を持たずしてその後の運営をすることを余儀なくされた後年。 ファンタジーレコード参加に入ったスタックスは、それらのヒットの別テイクをリリースしたりもした。同年5月に配給契約が終了した後、一時期アトランティックは関係終了後のスタック、ボルト音源を別デザイン、別ロゴを使用してリリースした。その後、スタックス音源について、アトランティックレーベルで、ボルト音源については、あとコレーベルで再発した。関係終了後のスタックス、 ボルト関連のリリースは、販売店の混乱を避けるため、カタログ番号の系統も変更された。スタックスは、サムデーブ、アトランティックと契約しており、スタックスで預かっていたトーティス・レディング、アトランティックとの関係終了直前に他界したという、最大のアーティストを失ったにもかかわらず、素早い回復を見せた。サムデーブのプロデュースに、重要な役割を果たした。 プロデューサー、ソングライターのアイザック・ヘイズが、ホット・バター・ド・ソルで脚光を浴び、1969年、同作はトリプル・プラチナ・ディスクに輝く。また、スタックスは、ジョニー・テイラー、ドラマティックス、ステープル・シンガーズ、ジーン・ナイト、フレデリック・ナイト、バー・ケーズによる、R、R&B ヒットによる成功も味わった。レーベル最のアーティスト、ルーファス・トーマスも、人気を取り戻し、 いくつかのヒットを生んだ。しかしながら、スタックスのレコードの売り上げは、ガルフエースタンの貧弱な経営の下で、全体的には、加工傾向をたどった。1970年、スチュワートとスタックスの販売ディレクターのアルベルが、共同で、レーベルを買い戻した。スタックスは、その後コロンビアレコードとの交渉が始まるまでの短い間、独立した経営を行った。 スチュワートはレーベルが消えていくのを見過ごすことはできず、資材を投げ打って、レーベルの運営を継続させたと語っている。共同経営者として、ベルはスタックスを単に主要なレコード会社に育てることにとどまらず、アフリカ系アメリカ人コミュニティの主たるプレイヤーに、育てることを模索し始めた。彼はより多くのアーティストと契約を締結し、アーティストの多くがマスルショールズなど、 スタックススタジオ以外のスタジオでレコーディングするようになった。またプロデューサーも外部の人材が関わるようになっていき、スタックス固有のサウンドの時代は終わることになった。ベルが契約する機会があったにもかかわらず、なぜか契約しなかったアーティストの中にはアルグリーンがいる。ベルはコメディのレーベルとして参加にパーティーを設立し、リチャード・プライアー、モムズ・マブリーなどのアルバムをリリース。 またビッグ、スターと契約し、白人のポップマーケットへの参入も図った。ベルは様々な黒人運動に関わるようになった。彼はジェシー・ジャクソン氏の親友であり、彼のレインボープッシュ連合を財政的に支援していた。1971年、アイザック・ヘイズが映画、黒いジャガーのサウンドトラックを制作。アルバム、主題歌、黒いジャガーのテーマともに、 全米1位を記録した。レコーディングには、バーケーズのメンバーが参加した。1972年8月20日、アルベルト・スタックスのアーティストたちは、ワッツ・タックスと銘打ったコンサートを開催し、ロサンジェルスのアフリカ系アメリカン人を中心に10万人以上を集客した。ブラックウッドストックとしても知られる。このイベントは、ジェシー・ジャクソン氏が司会を務め、 メル・スチュワートの監督により映画も撮影された。スタックスのアーティストが出演したほか、当時は無名に近かったリチャード・プライヤーのお笑いもフィーチャーされた。スタックスはコロンビア、CBS との配給契約を締結した。同社社長のクライブ・デイビスは CBS が本格的にアフリカ系アメリカ人の市場に参入し、モータウンと競争するための手段として、 スタックスを有望視していたが、契約締結後間もなく、彼は会社からその座を追われてしまう。デイビス不在の CBS は、急速にスタックスへの興味を失っていき、スタックスの利益は、急激に減少していった。CBS の販売網は、スタックスの販売を下支えしていた黒人コミュニティの、個人経営のレコード店を無視。 また CBS のアーティストの売り上げが減少することを恐れてスタックスの販売促進を十分に行わなかった。しかゴ、デトロイトなどの大都市でスタックスの新婦が入手できないというレポートがスタックスに上がってくるにつれ CBS との契約が大きな誤りであったことが明確になりこのままでは会社が存続できないという状況に追い込まれていった。しかしながら このような状況下においても CBS は契約を終了してスタックスを解放することを拒否した。それはスタックスが他のレコード会社とより実りある契約を締結し CBS の競合となることを恐れたためである。スタックス最後の大ヒットは1974年のシャーリー・ブラウンのウーマン・トゥー,ーマン、ウーマン・ツー・ウーマンだった。このヒットによりスタックスの終焉は 伸びることとなったが、1976年、スタックスはついに倒産した。アルベルは銀行から融資を受けることによって、倒産を食い止めようとし、またジム・スチュワートはメンフィスの邸宅を抵当に入れて、短期の運転資金を得ようと試みた。しかしながら銀行は、ローンを抵当流れ処分にしてしまい、スチュワートは自宅と財産の多くを失うこととなってしまった。 ファンタジーレコードがアトランティックが権利を持たないスタックス音源を買い取り、スタックスのカタログを再発し続けた。一方、1968年5月以前のアトランティック時代のスタックス音源については、現在もアトランティックが権利を有しており、その多くは参加の来のレコードから再発されている。一部はコレクタブルズレコードへライセンスされている。ファンタジーは、 アトランティック時代の音源を含む形でザ・スタックス・ストーリーと題したボックスセットをリリースした。これはアトランティックとの合意に基づいてリリースにこぎつけたものである。現在スタックスはその他ファンタジーレーベルグループと共にコンコードミュージックグループ参加にある200。2003年スタックス・スタジオ跡地に再建されたスタックス・アメリカン・ソウル・ミュージック博物館が開館した。 BBC 放送のラジオ局1エクストラでアンジーストーンがロニー・ヘレルのインタビューに答える形でコンコードがスタックスの再スタートを準備しており彼女が2007年のリリースに向けアルバムをレコーディング中であることを明らかにしたローリングストーン氏の2006年9月23日号はメンフィス出身のジャスティン・ティンバー・レイクがレーベルを復活し マット・モリスと契約を締結することを模索していると伝えた。2006年12月18日、ファンタジーレコードを抱えるコンコードミュージックグループは、スタックスレーベルを復活させることを表明した。2007年3月13日、スタックスレコードの歴史上のベスト50曲を収録した2枚組シリーズスタックス 50A50s Anniversary Celebration がリリースされ、 正式な復活となったコンコードが配給するスタックスの初の新読アルバムは2007年3月27日リリースのアースウィンド＆ファイヤーのトリビュートアルバム Interpretations Celebratings Music of Earth Wind and Fire であるイギリスではキース・ストラチャン脚本監督のミュージカルスイートソウルミュージックが2007年2月より イギリス全土のツアーを開始した。これは、スタックス設立50周年を記念したもので、主なスタックスアーティストへのトリビュートとなっている。復活したレーベルは、新規に、アイザック・ヘイズ、アンジー・ストーンらとアーティスト契約を締結したが、ヘイズは2008年8月10日に亡くなり、レコーディングは実現していない。以降も、レイラ・ハッサウェイ、ソーライブ等が、 新たに契約し、新作を発表。モータウンでマービン・ゲイトに楽曲を提供していたノーザン・ソウルのオスリオンウェアも移籍してきた。スタックスの前世紀を支えたエディ・フロイドやスティーブ・クロッパーもこのレーベルへと戻ってきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。